こんにちは。令和6年度の佐賀学習センター面接事業、佐賀の豪雨災害と伝統的治水技術のご案内をいたします。佐賀大学の大串と申します。近年、地震や豪雨災害など、自然災害が頻発、頻発か甚大化しています。国は流出水プロジェクトを令和3年度から開始いたしました。一方、国内の各地にかつての自然災害から学び、 工夫をを重ね対処法を築きき上げてきた歴史がございますこの講義では1日目に、えー、最近の佐賀を中心といたしました防災害を振り返ります2日目には佐賀の伝統的治水技術をテーマにしてその治水技術の概略を学び今後の気候変動などを想定しました防災減災対策を一緒に考えます2日目の午後には佐賀水物語館と えー、加瀬川の石井美を見学し江戸時代初期に活躍しました内富兵庫重康の推理事業に触れます地域の歴史や治水まちづくりに興味がある方はぜひご参加くださいお待ちしています